LA のワールはオーストラリアの開発会社チームボンダイが開発アメリカのロックスターゲームスから発売されたコンピュータゲームソフト。日本ではロックスターの親会社であるテイク2インタラクティブの日本法人が販売を実際に担当する。ジャンルは推理の比重が重いオープンワールドのアクションアドベンチャーゲーム。当初は プレイステーション3専用ソフトとしての発売を予定していたが最終的には XBOX360 とのマルチプラットフォームソフトとして発売。海外では PC 版も家庭用ハード版から半年後に発売している。2017年11月14日には次世代起用にグラフィック改善などのリマスター版が発売された。ゲームでは 忠実に再現された1947年のロサンゼルスを舞台に、プレイヤーはロサンゼルス死刑の刑事となり、各部署で事件に潜む謎に挑んでいく。ゲームタイトルのノワールが示す通り、このゲームは、ストーリー内容や映像効果等にフィルムノワールの手法や雰囲気を盛り込み、ゲーム中でも独自の色表現を用いるなど、フィルムノワールをマージュしている。 腐敗や麻薬が横行している街、ジャズがメインのバックミュージック、そんな戦後を意識したゲーム設定も40年代の刑事のによく用いられていたストーリーを盛り上げる時代背景描写の方法から来ている。多くの映画の引用から成り立っているストーリーが特徴的で D.W. グリフスやフリッツ・ラングといった古典ハリウッド映画の巨匠たちへのオマージュに満ちた作品である。 LA のワールは、チームボンダイのオリジナルゲームエンジンと、ライトスプリント社のリアルタイム GI 技術による、表現力でも注目されている。32個ものカメラで、全方位から、ゲームキャラクターを演じる俳優の顔の表情を読み取り、ゲーム中に反映させるという新しい、モーションスキャン技術も用いられているストーリー上の、事件は、ゲーム用に、アレンジされているものの、 1947年当時、ロサンゼルスを含むアメリカ国内で実際に発生した事件を元にしている。メイン以外にも、車で移動中にも様々な事件が発生する、ストリートクライムが存在する。ゲーム中では、エルジン、ロンジン、バシュロン・コンスタンタン、ティファニー等の実在のブランド品や、ラジオチューナー、実写が登場する。 時は1947年のロサンゼルスの街では、殺人や汚職が横行し、殺人事件の数も、増加の一途をたどりがいの歴史の中でも、最も暴力的な時代であった。1920年生まれの主人公である、コール・フェルプスが配属され、正義と昇進を求める中、新米のパトロール化から始まり、交通化、殺人化、風紀犯罪化、 放火特捜会と次々と事件を解決していくが、フェルプスは、この年に、ロサンゼルスで実際に起きた犯行を元にした犯罪や、策略、陰謀に立ち向かうことになるのだが、ランドマークとして設定されている建物、施設はその近くを通過するだけでマップ上に記録され、以後マップ上の地点にカーソルを合わせると簡単な、解説文を読むことができるようになっている。 現在のパーシングスクエア現在の位置に移設される前のエンジェルスフライト1932年に開通したロサンゼルス側に架かる橋ユニオン駅経絡かを除くすべての課でプレイできるサブミッション本部からの無線に応答することでプレイできるがプレイしなくても本編に影響することはない合計で95車種が登場しすべて実車である ゲームに収録するにあたっては、アメリカのエンターテイナーであり、カーマニアとしても著名な j ェ e m のコレクションが参考に、された。ビュイックスーパー1947キャデラックシリーズ62、コンバーチーブル1949ハドソンコモドール1947スチュードベーカーコマンダーシボレー、スタイルラインリンカーンコンチネンタルクーペキャデラック61、 シリーズキャデラック75リムジンパッカードクリッパー、検視官が使用する版としても登場する。いずれも乗客として利用できない。下記の車両は、姉妹のが0時に駐車されている。キャデラックタウンカー1948タッカー、トーピードセダン下記は、プレイヤーが乗ることができない。2004年2月、チームボンダイの社長。 ブレンダン・マクナーマラはインタビューでと答えた。2007年6月11日、ロックスター・ゲームズのデベロッパーである、Take、テイクツーインタラクティブは、四半期ごとの収支報告の際の記者会見で、2008年度発売予定タイトルの一つとして、LNOR を PS3 用ソフトで発売することを発表したが、カンファレンスコールの場においては、テイクツーインタラクティブの関係者が、 LA R が次世代機のために開発されていると PS3 と XBOX360 の両機種用にソフトを発売する方が望ましいとも取れる発言をした。しかし公式には PS3 用ソフトのみの発売予定とされていた。2007年9月10日、Take2 インタラクティブ社は第三四半期の資産情報開示において ゲームの発売が2009年度まで延期することを発表した。2010年1月21日、ロックスターゲームズはブログの Q&A コーナーでと答えた。そして同年2月4日、LA の R がゲームインフォーマー2010年3月号の表紙を飾ることが発表され、同時に XBOX360 用ソフトとしても発売されることが確認された。 ゲームインフォーマーは20時間を超える膨大な量のセリフが収録されると報じている。その中でマッドメンにも出演していたアーロン・ステートンも主人公コール・フェルプスの声優を務めている。2010年11月11日にゲーム映像が公開され、2011年上半期に発売されることが続いて発表された。 2010年12月16日に流出したデベロッパーの初期ではゲームディレクターがモーションスキャン技術を採用しているという内容が明かされた。LA のワールはプレイステーションオフィシャルマガジン2011年1月号で表紙を再び飾り同時に2011年3月に発売予定であることが発表された。しかしアメリカの小売店では 発売日を4月5日としているところもあり、ロックスター社もこれについてはノーコメントである。シリアルキラーと名付けられた LA のワールのトレーラーが発表2日前の2011年1月22日に流出した。このトレーラーには90秒に及ぶゲーム映像と発売日が含まれていたが、テイク通社は著作権侵害を理由に、 ウェブサイト上からこのトレーラーを削除した。この映像では、LA の R の発売日は5月17日とされていた。2017年11月14日に発売された。ニンテンドース o s w 版では、初の、ロ Z 指定となった。また、スウィッチ PS4、Xbox One 版では、いずれもオリジナル版のゲーム本編と DLC をすべて、収録されている。 スイッチ版では、ジャイロ機能、ジェスチャー操作、HD 振動などに対応した、ジョイコンモードや、タッチスクリーン操作など、ハードウェアの特性を生かした機能や、型越しに見渡せる新しいカメラアングルも搭載する。また PS4、Xbox One 版ではグラフィックが向上し 1080p の解像度で動作するほか、PlayStation、4Pro や Xbox One X では4。 警戒ゾードでサポートする。一方、HTC ビブ版は、LA o R、VR 事件簿といい、オリジナル版の7つの事件を、VR 向けに再構成したものとなっている。LA の R では、各キャラクターを演じる役者の表情の演技までを、取り込んだリアルな描写のカットシーンや尋問シーンが、話題を呼んだ。ありがとうございます。